最近カリはソファーでくつろぐのがお気に入り。でも一人で使ってるわけじゃないから、同じソファーに住む人ともうまくやらないといけないんだよ。そういう付き合いってカリ得意じゃないんだよな。ほんとこういうのがなかったら最高なのに。チャイの住んでいる高層階からの眺望がとても良き。カリに聞こえるように言ってる。低層階のカリンちゃんはすぐにお外に出られるからいいよね。でも高層階は眺望がいいからいいじゃないですか。そうなの。鼻につくなきました。このプレミアムルームを選んだ理由は、ほとんどチャイってお外出ないじゃない。それは知りませんけど。だからチャイね、お部屋の中でプレミアムでロイヤルな生活がしたいから、ご眺望のいい最上階にしたの。ああそうでしたか。でも低層階のカリンちゃんはいいよね。災害の時もすぐお外出られるから。高層階だと地震が怖い怖い。正直カリンはこの時あまり良くないと思うけど、あのおばさんに天罰食らっちまえって思っちゃったよ。そしたらある日、大雨が降った時のこと。うわー、肉団子が落ちてきた。あー無事でよかった。すごい雷だったよね。あれ、助けて。ご眺望が変わってる。ちょっと助けて。どういうことかしら。そういえば低層階のカリンちゃんもいない。あの雷で低層階のカリンちゃん死んじゃったのかしら。死んでないよ、カリンちゃんの人。お悔やみ申し上げます。このデブネコー。